こんにちは。こんにちは。お久しぶりです、皆さん。お久しぶりでございます。いつからショールームしてないんだろう、レミ。ちょっと待って待って、ドアを閉めて。くまたま、え、そんな待って、あ、紫さん、ありがくまたま、ありがとうございます。そんな、こんなしょっぱな、初めて1分も経ってないぐらいなのにありがとうございます。嬉しい、ありがとう。舞台が無事終わりました。キスバイエイト舞台が先日の日曜日に無事千秋楽を終わり、無事に終えることができました。皆さんありがとうございます。すいませんね、ショールームもマジでいつぶりレベルのショールームなんだけどそう、今日は時間があって眠くないのでします。こんばんは。曲がってね、そんなことない。千秋楽どうでした？なんかさ、あんまりさ、感想という感想をレミさ、知らないっていうか、どこに書いてある、なんかツイッターのは見たんだけど、感想という感想をあまり聞いていないので、どういう反応なんだろうと思うんですけど、どうでした？皆さん感想をぜひお教えください。待ってます。男装を見合ってた。そう、なんか男装で最初出てくるから、最初誰か分かんないんじゃないっていう話をメイクさんとしてました。めっちゃなんかさ、いつもさ出だし走ってるよね、レミ。真面目の時も最初走って出てくるし、今回のキスバイエートも走って出てくるから、なんでだろう、レミって走り役的な。そう、なんかね、ライブパートでも初めてやるユニットばっかりで、投げキスで打ち落とせと君だけにチュチュチュをしたのかな、あと何したっけ、それぐらいかをしたんですよ、ユニットで。すごい嬉しかったです、嬉しかったです。なんか走り方も結構男の子だかを演じたから気をつけてた。でもね、すごいマネージャーさんたちには J 型1号、アンドロイド彼氏の J 型1号がすごい人気だった。レミ的には一番あんまり好きじゃないしね、めちゃ電話のゆいゆいさんと同じ役をしてたあやちゃん役、メス猫のセリカさんのお友達役なんだけど、あれとアンドロイドは本当もともとレミの役じゃなくて急遽決まったんですよ。急遽というか本当に、あと初日まで1ヶ月もないレベルのところで決まって、本当に七夕とか最初のロミジュリのは結構稽古とかしたんだけど、その2つに関しては本当に電話のシーンなんて本当に1、2回したぐらいだったから、本当にアンドロイド彼氏もマジで 3回お稽古したレベル
だったから超不安で、ずっとそのまま好きになれないままずっと不安でね、できなかったっていうか、なんか自信持ってあんまできなかったんですね。さとちゃん花束ありがとうございます。そうだからマジ頑張りました。レイドさんお花ありがとうございます。正義さんクマありがとうございます。さとちゃんハートありがとう。そうだから、そう学ランでもね結構着てみたいっていう思いはあったので嬉しかったです。そうなんですよね。あ、そう親目線で見てる。どうでした、なんか怖いんだけど。レミ下手とかは言わないでください。心の中で閉じててください。ダンスはハマりません。ダンスは恥ずかしくてさ、最初からそれじゃん、それ断層で出るから。なんかレミは徳永レミとしてみんなメンバーのみんなと写真撮りたかったけど、ベンウォーリオっていうその断層男の子役で最初出るからそれでしか写真が撮れなくてちょっと悲しかった。そうAKB の番組って気になって君に来ました。嬉しい、ありがとうございます。でもなんかそうたくさん、本当は2役だったんだけど4役もさせていただいたのはすごく、横内さんをはじめ演出女子のリサさんがすごいね進めてくださって、やらないってお声掛けをいただいて、そう声出てるねって褒められました。なんか一本立ってんのちょっとじわる。織姫人気だよね。織姫ね超衣装可愛かったからすごいテンション上がった。爆上げやばいやつじゃん。ああそうでね、ダンスしてる子たちを見てるシーン面白く、あれ見てる人いるんだね本当にね。レミなんかあんま、そうダンス、あのあれだよね、制服ダンス、最初の制服ダンスはダンスが目にいいんだからレミたちを見てる人あんまいないかなと思ってたんだけど、メイクさんもそのシーンが好きって言ってくださってて、そうだからあ見る人いるんだと思って、ダンスばっかり見てるかと思ったから嬉しい。そこそんなにねやめちゃったの気まずいね。そうあれね、そうなんです、わちゃわちゃ。ゆきちゃんさん、だるまありがとうございます。かっちゃんさん、お疲れありがとうございます。 DD 見ましたかその回ね。ダンスなんかね、思い切った演技に好感も出た。もうなんか自分を舞台に立つ時は、マジブリの時もそうだったけど、殻を破らないとさできないじゃん。そういう自分じゃない役を演じるわけだから、そうだから本当にね、本番前とかもう集中モードに入ってレミそうでもね、どうだったんだろう、皆さんの目にどう映ってるか分かんないからさ、そうなんかさ早ゼリのところがあったじゃん、ロミオを呼び出す、あのマキエシオとティボルトが戦うところのロビオを呼び出すとこの長ゼリが、長ゼリじゃなくて早ゼリフ知ってますか。そこを本当にメミ嫌いというか苦手っていうか、すごいカタカナがいっぱいで、しかもあれ焦ってるところだから早く言わなきゃいけなくて、そう難しかった。そう毎回噛まないからレミもずっとヒヤヒヤしてて、
1、2回噛んだんですよ。それで、もうね、でも最後らへんはね、噛まずにできた。なんかね、噛まなかった。そう、ももかさんとみゆさんがロミオ役だったから、そう、噛まなかったらね、そう、噛まずに、噛んだ次の日、噛まなかったりしたら、そう、ハグしてくださったんです。優しい。いや、本当に大変だったんですよ、あれ。そう、ハグしてくださって、優しかったです。噛んでる。優しいよね。そうなんです。こんばんは。すごい、唇のギフトなんてあるんだ。ありがとうございます、おーちゃんさん。嬉しい。より仲良くなれたメンバー、でもれいちゃん、藤戸のれいちゃんとはマジでめっちゃ喋ったというか、めっちゃ仲良くなったって言っていいのか分かんないけど、レミ的にはすごい仲良くなったんですよ。毎日メンションしてしゃってて、ストーリーで。そう、CM みたいなのも多分イヤホンつけてるから余計ね聞こえるんだと思う。そう、そう、レイちゃんと仲良くなった。あとサイリンさんとほぼ一緒の場面に出ることが多かったから、お稽古も重なることがあって、そう、よくお話ししてました。あとユーナさんとも話してたかな。でも結構いろいろ、本当にね、いろんな先輩話してた。そう、このさ、ショールーム終わったら、あれなんだっけ、インスタライブをしようと思ってるんですけど、どうですか。あのフォロワーさんも5000人いったということで、記念に皆さんが見てくださるならやりますけど、嬉しい。じゃあ来てください。ぜひ。終わったらすぐやるので。超話変わっちゃってね、ごめんなさいね。そう、久しぶり、来てくださいね。インスタライブってね、なんかマネージャーさんに言われたのは、ショールームと違ってインスタライブは人が来にくいというか、そう、だから落ち込まないでねって言われた。そうなんです。おしゃれでしょ。おしゃれなんです、インスタライブっていうものは。そう、だから来てください。でもすごいたくさんの方がね、フォローしてくださってて、インスタグラムを、もう5093人の方、嬉しい、すごく。そう、正しい数字が出るからさ、行き来するのが分かんじゃん、すぐ。あ、今誰か抜けた、今入ったみたいなのが明確に出ちゃうから、エフェクトなしがいい。絶対言うと思いましたね、意味は。だからノーマルでいきます。うん、ね、行き来しなくていいですよ、別に、全然。なんか好きだよ。開ける、ありがとうございます。やべ、最近さ、よくないんだよ多分この口癖、受けるって。やめますね今日から。嬉しい、なんか好きだよって。なんだろう、何な、そのなんかは嬉しいけど、ありがとうございます。さとちゃん、ハート役ありがとうございます。ダメだよね、普通にそこにいればいいですよ。ダメだよね、本当にダメ、本当に。受けるって言っちゃう。そう、あ、今週の土曜日もね、お話し変えるからぜひ来てください。ゆきたんさん、かわいい、ありがとうございます。ふじたんも、めっちゃ呼び捨てしちゃった、ごめんなさい。フェチタンさんもハートありがとうございます。
高一さんもハートありがとうございます。でもね、インスタでもすごい徐々にいい感じのスペースでフォロワーさんも伸びてるから嬉しい。やべやさん誰もありがとうございます。おーちゃんさん唇ありがとうございます。ピグピさんハートありがとうございます。皆さんお話し会も絶賛かわかんないけど受付してるので、たまにね、そうだから皆さん来てください、よろしくお願いします。受験さんでも大歓迎です。最近さ本当に舞台終わってさ、そんな話すことなかったって、話してたか舌が回んなくなった。そう、何話せばいいのかしら。とりあえず来てくださったら意味は嬉しい、イエーイってなりますので来てください。おーちゃんさん口紅ありがとうございます。なんかさずっとさ舞台期間中さ濃いメイクしてたから超薄メイクで違和感なんだけど、そう舞台の話とかなんかいろんな話をしてます。そう、あ、そろそろ体操服の季節じゃない。そうだね体操服懐かしい。そうレミさん今年はもう焼けないって決めたから日傘さしてるんですよ今年。ああそうだから焼けません。嬉しい、番組で可愛いなって思って気になったので警察に押してもいい、全然何でも押してくださることが私は嬉しいので皆さんぜひ押してください。押してください。日傘してんですよちゃんと、偉いでしょ、意識高めで過ごしてます。はい、なんで笑ってるの日傘に。ちょっとレミが焼けると思ってるでしょ絶対。まじまじちゃんハートありがとう。日が差しするよね、大切ですよこの季節。すごい座高低い人みたいになって。舞台見て気になり始めました。嬉しい、でも嬉しいねそれ、超嬉しい、ありがとうございます。なんか最近割とさ、まあ、舞台とか公演とか出て露出が全然中学校の頃に比べると増えたから、すごい見つけてくださる方がたくさんいて嬉しい。モーリーさんとか、そうなんです、嬉しいです。舞台イケメンでしたね、ありがとうございます。し、モーリーさんでね、そうモーリーさん見て気になったって聞いたが結構いて嬉しい。この間の生動画は面白かった、見ました？ TVer でね今放送されてるので本当に見てほしいんですけど、私いや本気で見てほしいです。TVer アプリ入ってない方もインストールしてどうぞ見てください。本当に頑張った、超頑張ったくない？レミ本当に見てほしいんだけど、本当に見てほしいです。切実な願いとして私からお願いしました。はい。あ、そう、いや本当にねもうネタバラシはしないけど、怖かった、怖かったです、超怖かった。ぜひ見てくださいね。月末まとめになってたよね、それ思った。ナーニャさんハート役ありがとうございます。部活なんて一般人がやること、レミ普通にやってましたよ中学校で部活。
食レポ頑張っ、なんかさ食レポ難しい、すごい。だけど勉強していきます。霜降りさんめっちゃ優しいんですよ。カメラ回ってないところでもめちゃめちゃ話しかけてくださって、優しいの極みすぎて。そう、部活で焦げてたから。そうです。耳赤いね。なんでだろう、耳赤い。すごい。こんばんは。部活はね、ソフトボールしてました。さ、来週の森さんね、予告でソフトボール、リミがソフトボールしてるとこ流れてたけど、ソフトボールしたので見てください。藤田さん、ハートありがとうございます。イエーイ。そう、ソフト焼きしてましたけど、今年は焼ける予定はないです。そうです。そう、あ、そうです。まあ見てください、来週の毛利さんを。ラジオも聞いてるよ、嬉しい。ラジオはね、毎週日曜日の9時45分から放送されてるので見てください、ぜひ。皆さん、なんか皆さんがたくさん見てくださることによって、これからのね、ラジオの番組がいい方向になっていくので。そう、質問とか全然いつでも間に合いますので、質問募集中なので、そう、いい方向に皆さんが見てくださることによって、いい方向にどんどん進んでいくので、感想も質問もたくさんお願いします。今入りでたくさんちょっと見てみますね。見ます。今入りたくさん感想待ってます。あ、質問お願いします、ぜひ。たくさんお願いします。なんかさ、今日のレミ黒い？焼けた？ちょっとさ、ここさ、あー、やばいやばい。日に当たるとこいたんですよ、ここ最近。焼けた？な、黒くない？嫌なんだけど、どうしよう。照明？なんか黒いよね、やっぱり。照明もあるのか。無理。え、無理なんだけど。最近超暑かったしね。そう。悲しいね。超悲しい。照明だよね。怖い、やだ。無理。まあこれからが勝負です。うんね、照明だよね。黒くなりませんので安心してください。キスバイエイトでダンスをイケメンすぎて次のお話し会申し込もうと思って、ぜひぜひ待ってますので、思ってるじゃなくてそれを行動に移してくださると嬉しいです。キランキラーン。マジでちょっとショックが大きいかも。やっぱ黒い、私。マジか。これからちょっと頑張ってビタミン飲んで。ね、
悔しい。でもしょうがない、雪止め塗ってますよ。テンションが落ち。え、なんかさ、やっぱ黒いよね、焦げてない？照明もあるのかな、照明の力。まあ、いった。あ、舞台の照明焼けとかもあるかもしれない。どうだろう。まあね、気にせずにこれからなんで頑張ります。皆さんも一緒に日焼け対策頑張りましょう。はい、ねえ、確かにそうだよね。あ、悔しい。ガングロギャル、やばいでしょ。ガングロギャルになったらもう火引かれまくるよ、ファンの方から。教室の席は窓際ではない。ね、日焼けしない人マジで羨ましいんだけど。マジで羨ましすぎる。まあね、小麦色がね健康的でいいとは思うんだけど。でも最近さ、なんか暑いじゃん急に。気温の変化激しすぎって感じ。黒ギャルリミットを見てみたい。それは見れないので、それはねちょっとごめんなさい、実現できないっすね。申し訳ない、すごく。今日は S じゃなくて3です。え、嬉しい。将来性半端ないってすごい。でもなんかそう言ってくださる方がね結構嬉しいことにいるので、その期待に応えられるように頑張ります。はい、黒ギャル、黒ギャル役嫌だな。黒ギャル役がメイク大変そう。嬉しい。え、なんかさ、え、超怖いんだけど。なんか色変わったんだけど照明。待って、この色がいい。え、暖色だったからなんか怖い怖い怖い。え、なんで？怖くない？怖い。じゃあ知らない。そうです。そう、ヒューカとね気が死んでダブルセンターをさせていただいたんですよ。自然光で配信したら真っ暗だからね。からなんかいつかね、あれ実はエイトの日でね本当はする予定だったんですよ。もう言っちゃいい、言っていいのか分かんないけど、終わったからしたけど、遠隔操作とか怖いこと言わないでくださいよ。怖いだから。だけどようやくここでねそう披露することができてよかった。何怖い、後ろの影は徳永レミさんの影です。やば、怖っ。格好した、格好してません。え、怖い、ね、やめてください。超怖くなってきたんだけど。脅かされてる、私脅かされてる感じ、もしかしたら。
の影だよね。そうで、ね、金縛りに会ったことない。そう、でもなんかこうやって肘ついて寝てて腕が動かなくったことはあります。そう、2人の撮影タイム撮れた方高かった。本当ですか、嬉しい。でも皆さんすごくね綺麗に撮ってくださってて本当にすごかった。めちゃめちゃさ、君だけに父とかさ、超跳ねる、超飛ぶのにめっちゃ綺麗に撮ってくださっててすごかった。あ、17期生の話してないね、レミ。話してないです、話せてない。なんかさ、これ聞いてほしいことがあって、17期生がまだお披露目されてない時にすごい気まずいんだけど、レミがそうお手洗いにトイレに行ったら17期生の子たちがいて、キャー気まずい、こんなところで初対面とかやばいとか思って、で本当になんかとっさにこんにちはって出てしまって、ちょっとなんか緊張しすぎてコミュ障発動して人見知りとか、そう こんにちはみたいになっちゃって、普通さこんにちはとか言わないじゃん、お疲れ様ですとかおはようございますならわかるけど、こんにちはとか出ちゃって超恥ずかしかったの。それをさ日向に言ったの、やばい今ってこんにちはとか言っちゃったとか言ったら陰気じゃんって。そうです、陰気です。本当に本当に恥ずかしかった、超恥ずかしかったし超緊張した。こんにちはとかなんて呼ばれてる、まだ呼ばれたことないし多分レイのこと知らないと思う。そう、なんかみんな大人っぽすぎてね、だって平均年齢高いよね割と。でも同い年の子2ついる、2つじゃない2人いるよね。怖い怖い。さすがに知ってるのかな、知ってたら嬉しいけど知らないに一票。誰この人、こんな人 AKB にいたのって思われてそう。でも舞台でちょっとねお会いはした、昨日話せてない。そう、1個下が中3の子が多分最年少だよね。そう、でもさ最年少でも1個しか変わらないってなんかね不思議な感じする。逆に知られてるのかな、知られてないよ多分ね。先輩っていう感じしなさすぎて無理。最年少じゃなくなった感想ある。やっぱさ結構最年少っていうなんだろう肩書きっていうかワードって強いと思うから、それがなくなったのは結構自分の中では悲しいけど、やっぱそれをなんかマネージャーさんにも言われたんですよ、どうって。最年少じゃなくなったけど寂しいですって言ったら、それはみんな先輩たちも通ってきてる道だから大丈夫だよって言われました。そう、ね、ね、なんか中1の子とか入ってくるかなと思ったけど、結構さ耳的な予想だとちっちゃい子ばっかりだと思ってたけど、そこもそんなことなかった。そう、確かに8では最年少だよ。そう、平均年齢高いよね。そう、HKT さんね、小学校5年生の子とかいるよね。わかる、みんななんかもうさ赤抜けてるっていうか赤がない、芋っぽさが全く一人もないことに。何さっきから電気さ、何怖いんだけど、すごい何怖いんだけど、すごい何本当に。そうだからみんなもう出来上がってて怖いです。
かさ、このさ照明おかしくない？さっきから。え、なんか、え、怖い、切れたんですけど。え、超怖い、切れたよ。なんで？あ、ちゃんと刺さってなかったか、ごめんなさい。怖い怖い怖い、着きました。マスクス鹿児島さん、ホイミありがとうございます。演出だよね、きっと。違う、多分ね、撮れたんだよ。そう、そうですね。何時までしよう。とりあえず、でももうちょっとしたらランキングやりますね。やっぱいいですね、こうして皆さんとショールームでお話しするって楽しいなと思いました。これからは結構できるときはやるって感じにするので。そう、自作自演、まさかの、気まずい、気まずい。なんかね、あのセブンのティラミスかのかき氷あるじゃないですか。それ超美味しいので皆さん食べてみてください。そう、あれ美味しいよ。テストはないですので、テスト勉強は大丈夫だけど、勉強はしなくちゃいけない。舞台でね、あんま学校行きてなかったから、ノートを写します、頑張って。あざと女子なの、あざと女子なんてリミ言われたことない。言うじゃない、なんかリミがあざといって、自分ではちょっと。と、そう、あざといとはね、逆だよね。まさきさん、え、すごい、キュンキュンです、ありがとうございます。なんかさっきから一本立ってんの気になるんだけど、やだ。にしちゃんさん、ミラーボールありがとうございます。立花さん、かわいい、ありがとうございますね。だよね、あざとい子は人気だから、じゃあレミもこれからあざとい路線で行こうかな。やだ、自分が納得できない、それは。ちょっと、ありがてえだって。ありがたいですか、本当ですか、ありがとうございます。なんかやばい。絵文字が物語ってるけど大丈夫？超体調悪そうな、レイのあざとい見たら体調悪そうな絵文字、気まずい。え、今日からレミ倒しになります、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。でもなんか怖いよね、17期生入ってきたから、なんか怖い、なんか初めての後輩って怖い、怖いっていうか、怖い、やっぱノリに乗ってるっていうか。 TDC も出てたし、 TDC リーも出たい、出たいです、出てたしね。だから羨ましいなっていう目で見てました。でも自分のペースで、なんかそう変にさ焦っても自分がしんどくなるだけだから、怖いっていうのはなんか、なんだろう、怖いっていうか焦るっていうか、どういう感じか分かんないからね。そうけど、なんか変に焦ったら自分がおかしくなっちゃうというか、自分らしくいられなくなっちゃうから、自分らしくこういう活動して楽しむのが一番だと意味を持ってるので、なんか変に気負わずに、なんか、なんだろう、新しい子が入ってきたなぐらいの目で見るのが大切なのかなと思います。そう、なんか17期生の方がダンスとか多分上手くても、レミはレミのペースで行きたい、全然。そう、自分を見失わないのが一番だよ、本当に。そう、なんか変にね気負ってたら、
自分がクラシックになっちゃう普通に。うん、ありがとうございます。ということで、いい話をしたということでランキングを読みます。あ、たくさんギフトもありがとうございます。13位ホーク、アットマーク、香港チームメイトと16位箱石さん、ありがとうございます。12位ナーニャー、神吉、キスバイエイト千秋楽見てたよさん、ありがとうございます。嬉しい。11位レイドさん、ありがとうございます。10位ショートさん、ありがとうございます。9位フルカットマークレミタンを渋谷すごく良かった大好きさん、ありがとうございます。8位おーちゃん、レミ組レミタンの笑顔大好きさん、ありがとうございます。7位まさきさん、ありがとうございます。6位フジタンアットマーク配信お疲れ、見たぞ舞台は最高でしたさん、ありがとうございます。5位ゆきタンアットマーク、舞台でのレミタンすごくかっこよかったよさん、ありがとうございます。やった。やい、まさよしアットマークカメラ目線感謝さん、ありがとうございます。たくさん写真撮ってくださってありがとうございます。3位立花アットマーク、キスバイエット楽しかったよさん、ありがとうございます。2位さとちゃんアットマーク、レミタンのポニーテがめちゃかわいいにゃさん、ありがとうございます。イエーイ。1位紫アットマーク、紫レミ組、今日はレミ組総称決定2周年。そうなの、すごい、そんなの全然気にしてなかった、ありがとうございます。ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがくまタワー。ではキレミ、20位に井上義弘さん、ありがとうございます。おめでとうございます。32位、ウェセーナエムさんありがとうございます。すいません、ちょっと英語が、ありがとうございます。ラスト、65位、カジノファンテンさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。くそ、ちょびちょび出てんの気になるから後で聞きます。ではスクショ、そう、この後インスタライブをちょっとだけしようと思ってるので、ぜひ皆さん来てください。ありがとうございます。ではこの後、ちょっと緊張するな、ちょっとすぐやると思いますけど、インスタライブをするので、ぜひ皆さん来てください。ではまた後ほど、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、またねー。